B70 は中国第一記者集団が展開するブランド、本当が販売する中型セダン、またはファストバックセダンである。2006年8月に販売が開始された。初代マツダ6をベースに開発された。内外装のデザインは、イタルデザイン1 0 g ーロが担当している。エンジンはいずれも、マツダ MZR エンジンで2.0リットルと2.3リットルが、 ラインナップされている。トランスミッションは 6MT および 5AT となる。2006年11月の北京モーターショーでは、後期ブランドの車両として出品された。2008年の北京モーターショーでは、ハイブリッド仕様の B70HEV が出展された。B70HEV は北京オリンピック公式車両として使用された。2012年6月25日、フェイスリフト。 デザインを変更1.8リットルエンジン変更2.3廃止2014年5月発売2代目アテンザをベースに開発されたまた RS モデルも設定される2020年の北京モーターショーにてデビュー同年11月に中国にて発売された FAW が開発したフマアーキテクチャが採用されている先代までのセダンタイプから ファストバックスタイルに変更となった。搭載されるのは最高出力1 2 4キロワット、最大トルク258ナノメートルを発揮する1.5リットルターボ付きガソリンエンジンで6速、MT、または7速 DCT が組み合わされる。ありがとうございます。